皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もルールオブローズ遊んでいきましょう。さあ前回ですね、かなり意味深な章、お菓子の家の章を突破したところ、そして男グレゴリー、説教していた少女ウェンディ、あともう一人ジョシュアっていうね、男の子の存在が明らかになりました。で今回はさらにそこから雑巾姫の章に戻っていきます。どういった展開が待つのか。でセーブして大丈夫。またオクトーバー、10月ね。あ、これさっきの今の少年が多分ジョシュアなのか。パート1でほら、絵本くれたあの子ね。じゃないのかな？絵本つながり。名前も明かされてない。さあ次、緊急事態発生。熊のジョシュア様が行方不明、探索中でございます。発見した方には赤いクレヨンを進呈し、社交界のメンバーになっていただきます。赤いクレヨンの貴族。おワンちゃん来た。ブラウン、どこ行ってたの？よし、まあ来たんで許そうか。で鉄パイプ、いやスコップかな、スコップ。よし、でこの地図、これはドロップして、お菓子の空き箱、これまあぶっちゃけいらないかな。とグレッグの日記、これどうしようかな。まあとりあえず持っとくか。でもいらないかな、ドロップしよう。多分使うっていうことないもんねと思うんだよな。でファインドして、まだこれはない。これなんか武器がだんだん物騒になってくんだよな。まあでもナイフの方が物騒かな、血ついてるし。でこっからこれどこ行くの？今ここにいてやっぱ出るのかな。いやでも一応見とくか。こういうところ行ける、これ行ける。なんもないかな、どうかな。とエレノアかなですね。冷ややかなお姫様は言いました。犯人には罰を。あの鳥か。これ、また逃げたのか。あとはそうね、医務室と図書室。医務室、今これ行ける？もう行けないかな。あ、行けるんだ。そう、これなんか行けたり行けなかったりね。これが激しいな、章によって。あーで、ほら、こんななってるし、もう。なんじゃこれ。使えないじゃん。ないね。憩いの場のほら、保健室が。となると、図書室。あれもかな。どうかな。これもいける。これ敵いないよね、さすがに。のっけから。大丈夫ね。と、メグ。賢そうなお姫様は言いました。プリンセスは雲のジョシュア様をとてもお気に召しておりました。ですので、今回の事件については大変お怒りになっています。ジョシュア様を盗んだ犯人には厳しいお仕置きが与えられることでしょう。プリンセス、なんだっけ、アマンダか。あの子が。あの子のお気に入りなの？あ、すいません、アマンダじゃないか。ダイアナか。ダイアナ。これ、ビップルームね。一応見とくか。いるかな？ビップ室。
これがですね、おらんな。と、あれがない。かかし。今回なしか。じゃあ、とりあえず楽屋寄ってセーブしようか。まず。でも楽屋もね、行けなかったりすんだよな。行ける？あ、行けるんだ。今回行ける。なんだ？扉を開けるとお部屋中、とてもいい香りでいっぱいです。そう、この匂いは、初雪の積もった朝の、心躍った冬の香り。すがすがしい冬の香りが部屋を包み込んでいます。冬の香り、なぜ？誰が何したの？冬の香り。冬の香り？冬の香り。このゲームね、立ち止まって丸ボタンを押さないとダメなんだよな。いや、なんもないっすね。なんにもない。この人。話を聞く。お前を探し出さねばならぬ、大事な大事なぬいぐるみ。なぜ盗みを働くか、それは誰にも知り得ない。小さき心の姫君に会え、それが唯一の道しるべ。ここで、アマンダか。じゃあまずセーブしようかな、セーブ。冬の香り、ないもんな、アイテム。冬の香り、なんだろう。多分冬ってことは他にもあるってこと？春夏秋冬。さて、で、こっち。今ですね、ジェニファー。これも変わってないね。ダイアナ、メグ、と、エレノア、そう。何にも変わってねえ。ここへ来て成り上がりがストップか。困ったな。さあ、階段室。どうしてプリンセスの大事なものを盗む人がいるの？どうして？なんだろう、心の病気なんじゃない？盗まずにはいられない。まあ実際に違うと思うけど。でもそうだね、子供の頃お小遣いとかもらえないとやっぱり盗む方向に行っちゃうのかな。自分の友人とかでもいましたね。なんだ。またあいつか、グレゴリー。この話なら喜んでくれる、ジョシュア。ジェニファーは雑巾姫の絵本を手に入れました。雑巾姫、ラグプリンセス。娘は毎日毎日雑巾を縫うのが仕事でした。雑巾の匂いが染みついてとても臭かったと言います。娘の姉たちは美しいドレスを着て社交界に出かけていくというのに、自分だけいつも家でお留守番。娘は嫉妬でいっぱいでした。ある日魔法使いが現れて娘に魔法をかけて言いました。灰色のドレスを縫いなさい。そうすればあなたも社交界に行けることでしょう。娘は薄汚い布を縫い合わせてドレスを作りました。そうして娘は雑巾姫になりましたとさ。とてもとても臭い姫様だったので、町中が迷惑に思いましたとさ。雑巾姫は臭すぎて社交界にも行けません。だから、ドレスを彼女に着せてやろうと思いました。雑巾姫とドレスを着た彼女は仲良く遊びましたとさ。これがジェニファーかな。雑巾姫。で、これを何もらってファインドに指定できない。何これ、ありがた迷惑じゃない。と、そこに二人いる。食いしん坊のおじさまは言いました。貴様ごっこで使っていた棒が折れちゃったんだよな。なんか硬い棒ないかな。棒を探してる。だらしない王子様は言いました。
キリス様ごっこで壊れたんだよな。なんかいい長さの棒持ってねえか。鉄パイプあるけど、使ってみるかい？いやでもユーズができない。鉄パイプはさすがにね。あとなんだっけ、ミシンすればあったな。だいぶ前の回で。あれね、どこだったっけな、ミシン。ちょっと待ってね。こっちだったかな。あれどこだったっけな、マジでわかんねえ。セクター14ストレージ。セクター14倉庫。なんかあっちのような気もするんだよな。ちょっと待ってね。左。ちょっとまずそっち行ってみようか。こっち。これ行ける？行けるんだな。こっちだったっけな。どうだったっけ？ここへ来て、ああ！びっくりした、びっくりした。久しぶりにびっくりしたわ。そっちこれ行けないの？で、こっち行っちゃうと、あれか。じゃあ、こっちじゃないのか。つまり。こっちのそっちかな。いや、ちょっと待ってね。まっすぐ行って、そう、そっち行けんだよね。で、これは知ってる。あれっしょ？ほら、家畜庫ね。で、さらにその先かな、じゃあ。ずーっとこっちか。また縄増えてるし。誰がこれ縛ってんの？縄しか。で、ここもまっすぐ行って。これいける？あ、いけるね。大十角クルーキャビン。で、こっからさらに、あ、なんか起こってる。何？スコーンかな？これはただね、そう、めっちゃ小回復なんだよな。他になんかある？まあ、チリツモか。スコーン。このゲームね、戦闘もうちょいなんとかしてほしいな、マジで。もうちょっと頑張れたと思う。戦闘に関しては。で、11。ちょっと待ってね、今、ぐるってなった。これで、さらにこっから右に行く？ですかね。いやー、わからん、これ。ワンちゃんのファインドが役に立たんぞ。ここは何もないかな。いや、これ不穏だな。で、これは喫煙室ね。こっち。多分ここら辺だったっけ、縫い物。でもね、調理室、うわぁ。調理室。あ、でもこれ初めてかな、もしかして。いや、違ったっけ。こっから、そっち。こっち？いやー、これいけないの？合命令。ね。いや、でも、違うな。探索じゃない。これ困ったな。どこに行くかわからん、マジで。今どこ？今ここに行って、これが、これわからんな。キッチン。そっち側に行けない。となると、喫煙室を抜けてそっちなのかな。これどこだったっけ？どこに行くんだこれ。ちょっと待ってね。まあ、ここら辺は探索しながら先行こうかな。ここどうかな？汚れ物。ん？なんかある。ロリポップか。ロリポップじゃないんだよな。先に住みたい。どこに行く？ぬいぐるみ。ああですね。今のところヒントがない。あ、あとあれか。小心者。アマンダね。まずやっぱりアマンダか。彼女に会う必要がある。ただどこだったっけな、ミシンの部屋。あ、あれか。アマンダの香りか、要は、つまり。なるほどね。ちょっと待ってね。なるほどね。じゃあここで、アイテム。アマンダ。なんだっけ？なんかあったよね。
マーサの帽子、いや違うな。生臭い雑巾、違う。これか、花柄の手紙。多分これじゃない？で、これをファインドに指定して、よし。どうだ？クーンなの？ここだとクーンかな？あー、でもこれクーンなんだ。マジ、なんでアマンダって書いてあるじゃん。花柄の手紙だよ、ほら。クーンですね。困ったな。これどこに行く？今ここにいて、セクター8、カーゴベイ。そう、なんかね、こういう感じのとこだったもんね。で、これはファイアホースね。ファイアホースがあって、こっから左向いて、あ、待って、まずここの正面。あ、でもこれ正面は、あ、こっちだったっけ？そういえば。ファイアホース。あ、だったな、確か。いや、ここでまさかのファインドが機能しないと。やったー。なに、憑依されたの？シュワー言ってるけど。これで何？終わり？なんでしょう。多分うまくいかないのかな。ガラスケースには小さな花柄の日記帳が入っていました。けれどもケースには鍵がかかっています。あ、これが多分今回のキーアイテムか。叩き割りてえな。バチンスって、もう犬も役に立たないし。もじゃあこの手紙はこれゴミね。リムーブからのドロップ、よし。いや、これさ、ここでね、役に立たないとこれわかんないだろう。そこはなんとかしてくれ。なんだ、あなたは私のことを疑ったりしないわよね。私は誰がクマのジョシュア様を盗んだか知っているの。それは、ウェンディ。いつも寝てばかりのウェンディよ。絶対そうに決まってるんだから。いつも寝てばかり。これが多分次のヒントなのかな。寝てばかり。となると、寝てばかり。これ難しいな。こっちの、客室の方か、多分。なんだっけ。めっちゃいっぱい部屋がある。ウェンディの部屋。これか、もしくは、医務室。医務室、これ先行っとくか。どっちかっていうと。ちょっと待ってね。こっちのこっちね。お医者さんの部屋の隣ね。いや、これ合ってんのかな？わからねえ。さて、これが、開いてくれるとめっちゃ嬉しいんだけど。セックルーム、よし。病室、どうかな？いるかな？どう？あれ？これじゃない？寂しがり屋のお姫様は涙ながらに訴えました。う、さっきダイアナたちが来て。お前が雲のジョシュアを取り返したんじゃないのかって。ひどすぎるわ。ありがとう。大事にするって誓ったのに、ごめんね、ごめんね。脱いじゃった。くそ、主観カメラないからな、このゲーム。私のことは心配しないで。あなたもできるだけ彼女たちには逆らわないようにした方がいいわ。これで終わり。あ、あとこのウサギのところ、ほら、これ怪しいんだよな。大きな魚の絵。で、増えてますね。お菓子ですね。お菓子の家。と、多分これがあれか、ウェンディとジョシュア。
じゃないかな、緑。で、これがピーターね。これはめくっていけない。これで終わり？ぽいな。となると、次ダイアナかな。こっち行けねえ。こっち。あ、違うわ。どっち？こっち。次、ダイアナ。ダイアナこれどこにいる？ビップルーム。多分ダイアナの香りも、あれっしょ？ダメでしょ？ビップルームいるか今。どうかな？これね、ロードが本当に煩わしい。編集で結構短めにカットしてんだけど、ここいないもんね。いませんね。寝てるわけでもない。ロードがなかったらね、探索もホイホイいけるんだけど、部屋に入るたんびにこれだもんな。まあなんで、バイオ4とかですごいよくできてましたね。あれプレス2だもんね。ゲームキューブとプレス2。あれそんなロードないっしょ。じゃあここで、ちょっと聞いてみようか。カカシ君に。あ、そうそうそう。とてもいい香り。これなんだろう。初雪。ちょっと待ってね。これって、今ファインド何もないけど、これで三角押すとこれどうなんの？ん？いや、特になんでもないか。反応なし。で、これで話を聞く。小さきここの姫君に会え。もう一回ってこと、つまり。一応セーブしようか。今回アマンダか。あんまり会いたくないんだけど、あの子はキーパーソンになってくる。会いに行くしかない。よし。じゃあ、これで行きましょうか。皆さんなんか小学校の頃の嫌な思い出とかってあるかな？嫌な思い出ってなかなか消えないもんね。自分もね、小学校1年生ぐらいの頃かな。なんか普通に一人で帰ってたら冬の日だったんだけど、いきなりね、後ろから2年生2人ぐらいに絡まれて、でなんか雪玉投げられましたね。あれね、今でも覚えてる。君何年生なのって言われて、まあ1年生ですって言ったら、なんかそんなんじゃ立派な2年生になれねえぞって言われて、雪玉をね、投げられた。今だったらぶったなくけど、やっぱ当時はね、なかなかできないよね。子供だと。今考えるとやっぱ理不尽だな。でもなんかどっかで同じように自分もね、誰かに対して理不尽なことしてるんだろうな、とは思う。あれ、こっち。これ豪華になってる。さあ、どうかな。お、アマンダ。勝ち気の姫様は鼻をふんと鳴らして、険しい顔で言いました。なにこれで終わり？ただのヒントは？何にもヒントないの？どこに行ったのか。あ、で、これ開くんだ。ポロッとして、なんかポロッとしたよ。ほら、ほら。ジェニファーは熊の尻尾を手に入れました。柔らかく小さな丸い塊、何かのぬいぐるみの一部でしょうか。熊って言ったよ。さて、で、これをじゃあ、つまり、ファインドにして、よし、こっからワンチャンタイムよ。他ないかな。どう？よし、反応してる。よしよし、ようやく、動き出した。どっち？あと棒か。棒探してこい。こっち？さらに？こっち。このスコップな、これ試し振りしたいな。
火力がわからねえ。誰かで試してみたい。なんだ、誰かを引きずっていたアマンダ。誰だろう。この奥。おや、ここであのリフトか。どう、行っちゃう？あ、行っちゃった。これは一旦待ちかな、じゃあ。上に行った。あ！これで、停電？注意、電力が停止した場合は非常用電源となります。停止した電力を回復するには、第11区画にある第1発電機を再起動してください。今そこにいて、何？ずーっと戻れってこと？エレクトリックルーム。この暗さで？ちょっと待ってな。今ここにいて、ずーっと行って、エレクトリックルーム。どこだっけ？エレクトリックルーム。結構こっちの方にあったよね。もう一回見ていい？第一発電機。なんだっけな。あ、これかな。ジェネレータールーム。あ、これだ、多分。ちょっと、もう一回見ますね。くそー、5つ目。あーですね。合ってるわ。こっから、じゃあ、ずっと戻んのか、もう。行ったり来たり好きだねってから、暗すぎて見えねえ。いやー、これガチで暗い。マジか。君もなんかそういうゲームになってしまったか。これガチで暗い。うお、全く見えねえ。これさ、敵来んなよ、マジで。あ、これ見えるぞ。見える。待て待て、ワンちゃんいい、ワンちゃんいい、ワンちゃんいい。こっち。発電機あともう一個あったね。パート、なんだっけ、2だか3の方でさ、割と最初の方にレバーあったな。待て、ワンちゃんいい、ワンちゃんいい、こっち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 。ずっとこっち。待ってね。なんかいる、なんかいる。ん？光ってる。ジェニファーはかじられたビスケットを手に入れました。あの、食いしん坊か。君、停電大丈夫？くさびのやつ、いい棒見つけたとか言って、どっか行きやがった。それからだよ、こんなに暗くなって。たく、あいつ何したんだ？いなくなっちゃった。本当にいつもお菓子ばっか食い散らかすし、嫌な野郎だよ。実はそう、なんかいなくなるとさ、悪口言うっていう、これも、あるあるね。で、今ここにいて、ずーっと、もうちょいそっちなんだな。ただ、ですね。まっすぐ行って、下か。今じゃあここにいて、まずまっすぐね。いや、ここ暗い。それと、一応このファインド、これは、リムーブ仕様。で、敵来たら、アタックできる。まあ、でもこれ敵も怖いよな。出くわしたのがいきなり19歳の、このスコップ持ってる女っていう。3発目はよし、横振りね。出たよ、もう。それどこの扉だろう。多分正面の扉だと思うんで、下から行きたいんだよな。回って。敵だろ？いや、なんかめちゃくちゃ弱そうなの来たな。こいつは別に怖くない。ちょっと待ってね。素通りしようか。でも一発がめちゃくちゃでかいと困るな。これこっち行ける？ああ、行けないんだ。この何？豚野郎倒せと。つまり。こっち。素通りできるんだったら。豚野郎！おら！豚野郎！はい。さあ、ワンちゃん、威嚇させる。
まずい。こういうとこまずい。そう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 。あー、なんかそういうタックル系持ってんのか、こいつ。よし。うわー、スコップ強い、これ。スコップゲーだな、これ。時代来たな。さて、で、クルーキャビン。今んとこ一番強いのはやっぱりあの鳥かな。鳥っぽいやつ。あれがやばかった。で、こっからですね。一回こう右折します。そう。あっ！大丈夫。回避。で、ここをまっすぐ行く。そう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 。これ行けなかったら困るな。よし。で、多分ここもいるんだろう？何匹か。いや、ここいねえのかよっていうね。全くおらん。さて、で、着きましたね。ここね。ジェネレータールーム。もう、で、これまた戻るんだろ、左にずっと。くさびえ。何してるこいつ。これでこれをどうする。再起動。スイッチのレバーがもぎ取られている。で、隣行ったのかあいつ。つまり何、戦えと奪い返せと。こっち行ったね。なになに、あのこれ暗くてわかんない。これマジで暗くてわからん。かじられたビスケット。じゃあこれをファインドにして、多分これで追っかけろってことか。ですかね。今待ってね。今ここにいて、あいつどこ行ったんだろう。もうちょい追っかけて終わりにしようか。よし。反応してる。なに？そこ？ここ？待って待って。君なんかバグってるよ。どっち行く？そっち。よし。汚水処理室。さっき行けなかったけど、今行けたね。よし。なんでしょう。さらにビスケット。しかも、かじったやつ。あ、で、これ、セーブか。あ、なるほどね。あとは？他に。ああ、これ、こっから戻るんだ。まずその、かじられたビスケットを回収して、多分戦闘かなんかに備えるのかなっていう感じですかね。じゃあ、そうですね。すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦これ終わりにして、で、次回ですね、さらにくさびを追っていきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと、ツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回、ルールブローズでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。